おい、デュエルしろよ。カードは拾った。指導士思いが輝く奇跡を呼び起こす。光さす道とあれ。シンクロ召喚、高麗せよ。シューティングセイバースタードラゴン。というわけで今日は本日発売、遊戯王デュエルモンスターズ最新パックドーム・オブ・マジェスティを開封していくぞ。このパッケージに写っているシューティング・セイバースタードラゴン、新たなスターダストが手に入った。はあ、ぜひともこいつを当てたい。さらにこうスターダストを強化するカード多数収録されている。他にも過去のテーマを強化するカードや新たなテーマも収録されている。はあ、ぜひともなのいいカード、はあ、結束絆の力でレアカードを当てていくぜ。へえ、というわけで今回もパックを開けていくぞ。ガー、開けていこうかね。はあ、いくぜ。はあ、だが普通に開けては面白くないからな。今回も闇のゲーム方式でパックを開封していくぜ。合計で3ボックスあるが、はあ、その中でレアカードを最も当てて最もポイントを稼げたやつが勝ちだ。はあ、勝者にはこの、はあ、味玉をくれてやるぜ。ガー、なかなかうまそうだね。ふーん、この味玉、ふーん、俺が食いたいぞ。はぁ、さあ行くぜ。まず1ボックス目だ。行くぜ、俺の先行取ろう。はぁ、ふーん、いいカードは出る。ふーん、うん、いくらの軍艦、ふーん、うまそうだす。ふーん、来たぞ。はぁ、ウルトラレアカード、守護天聖ロガエスということで、天使族モンスターの効果、本天使族のサポートカード、レベル7。ガー、いきなりウルトラリアとはやるねえ、カイバセット。アクアマドル、懐かしいカードだね。さあ、いくぜ、ドロー。はあ、ふーん、この勢いでドロー。はあ、ふーん、ふーん、なんか光ってる気がする。ふーん、ほう、がー、まあそろそろ来るかね。1枚ぐらいはちょっと光ってるの引いとかないとね、幸先が悪いからね。おーっと、こいつはグランドレミコードミュージシアということで、ドレミコードの新規だね。はあ、なかなかイラストがガー、あー、いいぞ、リンクだね。はあ、そろそろレアカードを引きたいぜ。はあ、ふーん、まだまだ行くぞ。うー、ほう、いくらが、この調子でいこうかね。おーっと、光っているね。魔剣法ガレスベイトということで、魔剣カードということでね。はぁ、儀式モンスターだぜ。墓地のいずれかのモンスターと同じ属性を持つモンスターの効果を無効にできるということでね。2種類以上やったら、まあ、光とか闇とかが多いかね。そいつを無効にできるぜ。さあ、そろそろ来るぜ、取ろう。はぁ、ふーん、じゃあ俺も引いちゃおうかな。ふーん、シャリ。攻撃力2000、かなりの強力な通常モンスター。ふーん、テキストが長いぞ。がー、まあそろそろ来るかね。ふーん、俺もちょっとレアカードが来るときは来るんで。おーっと、こいつはアルティメットリアの光り方だね。あ、どうろう、こいつは。魔剣昇竜アンドラムビスということで。がー、魔剣モンスターだね。まあ一応全体破壊効果を持ちつつ、まあちょっと属性がいろいろあった方が良さそうだけど、まあ光と闇とかだったらいい感じに破壊できるね。まあ通常モンスターでもいいから、結構ね、魔剣と通常モンスター、レッドアイズとかブルーアイズとかその辺で至ってもいいかもね。はあ、そろそろレアカード、ほう、頼む。はあ、交渉儀式です。こいつは結構だ。はあ、注目のカードだ。うん、いわゆる高等儀式術のまあ逆バージョンという感じだ。手札のモンスターをリリースして、デッキから儀式モンスターを儀式召喚できるぜ。はぁ、あ。まあエンドフェーズに、相手エンドフェーズにデッキに戻ってしまうが、デッキから呼べるという結構革新的なカードだ。ふーん、ほぉ。ふーん、こいつは、レトルトフュージョンということで、はぁ、これ、まあインスタントフュージョンの調整版という感じで、ライフを1000払い、効果モンスター以外のレベル6以下の融合モンスターを特殊召喚できるぞ。ガー、まあそろそろね。ガー、まあいい感じに、ちょっとリメイクみたいなのが多いね、今回は。ガー、はあ、そろそろ来るぞ、シークレットレア。
ふーん、確かにこうシークレットリア多分一箱に一枚入ってるから、ふーん、これこの辺をさっきのねレトルトフュージョンで出したりしていくぞ。がー、まあそろそろね残り結構光もんが残ってるんじゃないかね、パックの方にはね。シャリ、まだまだ生きてだろう。ほー、まあウルトラレアカードとかもほー1枚ぐらい入ってるかね。ふーん、おーっとこいつ、ほーん、デスピアのドラマトロギアということで、2468、うーん、レベル8モンスター融合シンクロエクシーズリンクモンスターが特殊召喚された場合、フィールドの効果モンスター1体を対象として発動できる。そいつを無効にできる。ふーん、特殊召喚メーターか。手札フィールドのこのカードが融合召喚の素材になり墓地に送られた場合、または除外された場合、このカードを特殊召喚できる。ふーん、なるほど。融合素材になった場合は、ほう、特殊召喚できるということで、ほう、積極的に融合していきたいぞ。あー、まあ、行こうかね。はー、ふーん、ほう。はー、そろそろ光も欲しいだ。はー。は、こいつは来てるぜ。はー、起きて、おろ、はー、シンクロオーバーテイク。このカード名の、ふん、一ターンに1枚、エクストラデッキのシンクロモンスター1体を相手に見せ、そのモンスターにカード名が記されているシンクロ素材モンスター1体を、自分のデッキ墓地から選び、手札に加えるか特殊召喚できる。なに？まあ、あれか、はーい。こう、指定されているやつだな、こう、シンクロ素材か。そいつを、デッキか墓地から特殊召喚できる、かなり強力なカードだ。ふーん、なるほど、ほー。ほー、こいつはオーパーツビマナということで、オーパーツの新規カード。ほー、レベル5モンスター2体。相手がモンスターの効果を発動したとき、エクシーズ素材を2つ取り除いて無効ということでね、ふー、なんかサイバードラゴンインフィニティみたいな感じの、ふー、やつだ。まあ普通に汎用としてもなかなか使えるね。まあ効果は無効にできるからな。がー、ちょっとレアカードラッシュだね。俺もここに乗っていくぜ。ちょっとシークレットレア欲しいね。はー。はー、残り6パックぐらい。はー、どっかにシークレット入ってるはずだ。残り5パック。確率は 20% といったところか。はー、シークレット。がー、まあ、つまり 25% ってわけだね。4分の1だぜ。さあ、この3枚のうちのどれかに多分シークレットレアが入っているはずだ。はあ、どれを引くかで、はあ、このデュエルは、はあ、大きく流れが変わるぜ。はあ、ドロー、はあ、はあ、これはセーフーローウォールフライ、はあ、シンクロモンスター2489レベル9。はあ、攻撃力4000未満のこのカードが場に存在する限り、モンスターの効果が発動するたびに攻撃力は300ポイントアップ。このカードの攻撃力が4000以上の場合に、このカードと相手フィールドのモンスターを全てデッキに戻す。さらに相手ターンでも発動可能ということで。はぁ、先行で立たれて結構強そうなカードだ。ふーん、さぁ 50% どちらかにシークレットが入っている。ふーん、水かけてんだよ。はぁ、ふーん。さぁ、いいカードが、ほう、スターダストシンクロン。ふん、スターダストのシンクロンということで、チューナー。このカードが召喚、特殊召喚に成功した場合、デッキからスターダストドラゴンの、ほう、カード名が記されたカードを手札に加える。ふん、なかなか強力なカードだ。がー、まあ、つまりこれが 100% シークレットレアが入ってるってわけだね。まあ、プリズマティックかもしれないしね。楽しみだね。がー、まあ、ちょっと、封入、お、これはもしかして、トゥンティース、プリズマティックかねえか。俺の勝ちは決まったかねえ。おっと、この輝きは、間違いは、キッタキタキキタズよ、いいぞ、いいぞ、これ、グランドルミコーデミューゼシアということでねえか。まあ、さっき1枚引いたけど、これイラストもいいからね、こいつはかなりのポイントが見込めるぜ。ふーん、美しいねえ。ふーん、というわけで1ボックス目の結果だ。がー、まあこれは俺がね圧倒的勝利と言ってもいいんじゃないかね。まあそこそこの結果じゃもはや俺に追いつくことはできないぜ。はあ、だが俺は決して諦めないぜ。はあ、2ボックス目に俺の全てをかける。さあ、2箱目に行くぜ。ドロー、はあ、おー、ギターだ。はあ、人工知能メサイヤということで、アルティメットレアカードペンディラムか。はあ、
このカードがすでにモンスターゾーンに存在する状態で、他のモンスターが召喚特殊召喚に成功された場合に、そのモンスターはこのターンのエンドフェーズに墓地に送られる。なーに、なんか通り、なんかそんでもない。はぁー。カード出す。はぁ、ペンディレムを強化するという感じだが。1枚目からレアカードとはなかなかやるな。さすがだと言いたいが。さすがだ。がー、まあ俺はね、だいぶ余裕が、貯金があるからね、気楽に引かせてもらうぜ。はぁ、このまま一気に行くぜ、ドロー。ほう、マーケンホーガレスバード。ほう、さっきも出たな、はぁ。がぁ、行くぜ。今回ちょっとペースが早いね。おっと、デスピアの、ドラマトルギアということで、2枚目だね。はぁ、ちょろー。へぇー。へぇー。ドロー。おっと、これは。おーっと来たね、守護転生ローガイ。さあ、さっきと2枚目だね。確かに今回はちょっとペースが早いぜ。確かに。まあ、この章、ちょっとシークレットを引けるかどうかに鍵がかかっていると見た。が、まあ、それなら俺がニアボックス連続で引いちゃおうかね。おー、スターダストシングル、ちょっと内容がちょっと、さっきと似たような感じだね。つまりこれは、プリズマティックシークレットレアが2ボックス連続で入っている可能性もあり得るというわけだ。なるほど。つまりそれを引き当てた奴がこのデュエルを制する。まあそんなとこだね。まあ取りこぼしもないようにというのも大事。おーっと、これ光ってるかね。おーっと、そう、シークレットレアだね。シューティングセイバースタードランが、このパッケージの、パックのねえが、集いし思いが、新たな輝く奇跡を呼び起こす、光さす道となれ、後悔せよ、シューティングセイバースタードラゴン。ということでね、ドラゴン族シンクロモンスター、九星竜セイバードラゴンとドラゴン族シンクロモンスターを含む中南以外のモンスター一体以上。一旦に一度、相手フィールドの効果モンスターの効果を無効にできる。このカードは通常の攻撃に加えて、墓地のスターダストドラゴン、およびそのカード名が記されたシンクロモンスターの数まで攻撃できる。一旦に一度相手が効果を発動した時に、このカードをエンドフェーズまで除外し、そいつを無効にし破壊できるということでね、シューティングスタードラゴンとセイバースタードラゴンの、まあ、似たような、合わせたような感じの効果かね。このね、セイバードラゴンの代わりの重い集いし竜とかを使って出す必要はあるが、まあ、かなり強力な効果を持ってると言えるね。おー、いいぞ、シューティングサイバースタードラゴン、シークレット2枚目引いちゃったね。だが俺は決して諦めないぜ。はぁ、ちょっと細かいとこ取りこぼさずに。レアカード引いていきたいぜ。一発逆転というのも、可能性としては残す。これは黒曜竜騎ボロゲニシということで、ドラゴン族モンスター2467。一旦に一度このカードのエクシーズを2つ取り除き、フィールドの表が表示のカードを破壊する。この効果でモンスターを破壊した場合、自分フィールドの表が表示モンスターを選び、破壊したモンスターのレベル、ランクの数値かける300アップできる。この効果は発動するターン、このカードは攻撃できない。このカードがドラゴン族モンスターはエクシー。なるほど。まあ、レッドアイズとかがいいんじゃないかね。これレベル7でドラゴン族ということで。ほう、相手ターンにもいろいろ破壊できる。ちょっと、厄介なモンスターになれるぞ。がぁ、まあ、俺はまあ、のんびり引かせてもらうよ。もう、これは、優勝パレードみたいなもんだからね。もはや。はぁ、それはどうかな。最後の最後まで、デュエルはわからないぜ。デスピアンクロレティスということで、ニッシールレベル8融合、デスピアモンスターと光、あるいは闇属性モンスター。がぁ、いいぞー、ドロー、がぁ、おっと、これはライブツイントラブルさんということで、ライブツインのやつだね。これは何か、ライバル登場ということで。あれかね。これ1位取られちゃったということで。強力なライバルが登場ってことで、どうなるなんか、すっぱ抜かれてる感じかね。トラブルさんということで。3位はなんだっけ、マグネット1号2号だったかな。懐かしいカードも映っているが。はぁ、なかなかいいカード引いたな。はぁ。俺もちょっと負けてらんないぞ。はぁ。おぉ、ウルトラレアカードだ。はぁ、魔剣勝利、アンドラムービー。そのさっきも、マリクが引いてたやつか。おぉ。
か。まあね、結構レアカードは出たけど、まあ、あんまり残ってないんじゃないかね。ラスト3パック。これか。それともこれか。1枚ぐらいはレアカード入ってるはず。ドロー。はあ。ならば俺はトーンこっちを選ぶ。ほーん、これはダイガスタ・ラプランピリカということで、ほーん、ガスタの新規カードか。ガスタモンスターを手札およびデッキから1体差、これでなかなか強いね、無効にするとはいえ。その2体のみを素材として、ほーん、さらにこいつをシンクロ召喚したら、さらにシンクロモンスターを呼べるというわけか。がーいいぞ。ほーん、これ謙虚な亀ということで、確かノーマルレアだったかね。自分は手札1枚選んでデッキの一番上また下に戻すということで、一見意味のないカードだがデッキトップをいじれるからね。セブンスワンとかも、あるいは真実の名とかでね、こうデッキトップを当てる系のカードとは相性がいいね。というわけで2ボックス目の結果だ。ガーまあちょっと今回もね、俺がいい感じだったね。ガーまあちょっともう、勝利宣言をそろそろしてもいいんじゃないかね。ふぅ、まあ俺にはまだ可能性があると信じているぞ。はぁ、諦めないぜ。さあ、運命のラスト1ボックス、いくぞドロー。はぁ、ここで大逆転勝利。プリズマティックの意の引きは、可能性は残されている。俺も最後まで諦めんぞ。ほーがー、まあ頑張りな。俺はまあ気楽に楽しくパックを向かせてもらうぜ。おっと、デスピアの同系アルベルということ、ちょっとさっきとは違うカードだね。レベル4。このカードの召喚、特殊召喚に成功した場合、ラクイン魔法トラップ、まあサーチは普通に強いね。エキセドロー。ああ、いいぞ。はあ。いくら。がはあ。はあ、光っている。そんな予感がする。はあ。守護転生、ロガイス。はあ、3枚目ゲット。ほーん、ちょっと内容に偏りがある。ほーん、ちょっと欲しいウルトラレアがあるんだけど。ほーん、1枚ぐらいは引きたいぞ。がぁ、まあね、引けるときは引けるけど、引けないときは引けないってもんだからね。それが、がぁ、バックホートシンクロオーバーテイク、2枚目ゲット。はぁ、俺は諦めないぞ。はぁ、シークレットレア、あるいはプリズマティックシークレットレアを引ければ。はぁ、魔剣昇竜アンドランビス、シークレットレアを引けたぜ、話をすれば。はぁ、やったぜ。なかなかやるなと言いたいとこだが。アルティメットレア、これは。なんだろうね。融合かな、これは。ホーンメッサイヤ2枚目。ガーマ、なかなか2人ともいいカードを引いたじゃないか。ガーマ、頑張ってるね。ほーっと、レトルトフュージョン2枚目。はぁ、シークレットはなくなったが、まあ、ホログラフィックとか、あるかもしれないし。はぁ、どうかな。まだまだレアカードは、あるはずだ。ガーハーマーカーね、こういうのは慌てずやろうじゃないか。はあ、そろそろ残りも少なくなってきたぜ。だがレアカードはデッキの底に眠っているかもしれんから。亀。ガーハーマー、そろそろね、何か動きそうな雰囲気はあるね。これは融合ということで、魔剣昇竜アンドラムビスか。ワンボックスから2枚出るとはなかなかやるね。はあ、俺は諦めない。いくぞ、レールホー。デスピアのデスロマツギアということで、ほう、3枚目かな。あはは、まあそろそろって感じかね。勝負がつきそうだね。はあ、残り6枚。はあ。まだまだ何枚かはあるはず。ほー、セフロウォールフライ2枚目。がはまあね、まあそろそろ勝利宣言をしてもいいかもね。さあ、残り1パックずつだ。はあ。これで、逆転の一手を引くしかない。よし、これだな、ドロー。はあ。グランドレミコードミューテーション。はあ、やったぜ。ではちょっと優秀の美を飾るか。ぬるほー。
ふーん、国有利益、ボール逃げし、ふーん、2枚目ゲット、ふーん、よー、いい感じ。が、まあ、最後ぐらいはね、花を持たせてやるよ。3ボックス目の結果だ。が、まあ、今回はね、結構、勝負が拮抗していると言えるけどね。だが、それでは俺に勝つことはできないぜ。はぁ、何勘違いしてるんだ。まだ俺のバトルフェーズは終了してないぜ。はぁ、このプラスワンボーナスパック。基本的に1パックにつき、はぁ、1枚、レアカードが入っている。さらに、ここはプリズマティックシークレットとかも入っているし。はぁ、シューティングスタードラゴン。このプリズマティックがかなりな一発当てたらもう大逆転だぜ。うん、俺はこのドローに全てをかける。うん、こいつはレアだぜ。ふーん、いいだろう、受けて出す。これが最後の、ふーん、俺が敗北を粉砕してくれる。がー、まあせいぜいあがきな。はぁ、さあ行くぜ。はぁ、俺は、どれにするか。はぁ、左で行くぜ。はぁ、レオロー。はぁ、ほぉ、ちょっと綺麗に焼けていきて、おぉ、ハサミとか使うか。はぁ、カードを切らないように。いくぜ、ゾロー、ゾロー、はぁ、国有ゆるき、ボール逃げし。ふぅ、遊戯、貴様の力はその程度。ほぉ、どっちにするか。うぅ、オベリスク、ふぅ、と見せかけてハサミで切るか。ほぉ、カードを傷つけないように。ねえ、ドロー！ふーん、守護聖典ローガイス。ふーん、4枚目かな。が、まあこの辺はね、あんまり欲を出そうとしちゃ、なかなか引けるものも引けないんでね。まあ、そこそこのカードを引いて、が、まあ俺の勝ちは決まってるからね。が、まあ欲を出さないことが何より大事だからね。が、ああ、いいぞ。おっと、これは、あやめの双剣士ということでね、これちょっと欲しかったんだよね。2C レベル8。魔法使い族モンスター。効果が無効にされているモンスターがフィールドに存在する場合、自分が相手メインフェーズでこのカードを特殊召喚できるということでね。まあいろいろ、まあ墓地から無効化にして特殊召喚とかそういうやつがいてもいいし、まあいろいろね、ウララとか、まあいろいろね、ベーラーとかで無効にして特殊召喚でもいいね。相手がモンスターを特殊召喚した場合、そのモンスターをどこから特殊召喚したかによって以下の効果を選択して発動できる。手札からだったら自分も手札から特殊召喚。デッキからなら自分はデッキから2枚ドロー。エクストラデッキからだったらそいつを破壊できるということでね。まあ特殊召喚メタだね。こいつがいると結構動きにくくなる。結構いいカードだぜ。というわけで、すべての結果が出揃ったぞ。最終的に最もポイントが高かったのはこいつだ！がははまあやっぱり俺だね。バカだー！うわー！まあ今回に関しては俺の圧勝だったからね。がははまあちょっとなんか最近調子がいいね。ああいいぞ。というわけでデュエルの勝利の味玉はいただいていくぜ。なかなかうまそうだね。お、なかなかずっしりとしているね。まあ、粉砕して、うん、ドラゴンエッガーを破壊。なかなかいい感じの匂いがしてきたぞ。おっと、殻を剥くのは結構大変だね。ガーということで、いただくぜ、青。うん、うん。うまいね。味がしっかりついているぜ。おやつなんかにもいいかもね。おつまみとかにもいいかもね。お酒に合いそうだぜ。まあそんな感じでね。まあ俺の勝利を過ごして、なかなか、うまいぜということで。俺はこれでかー。